こんにちは。石狩消防署予防課の五十嵐です。10月15日から10月31日まで秋の全道火災予防運動が実施されます。期間中の行事や日常生活に潜む火災危険についてお知らせします。イオンスーパーセンター石狩緑園台店にて消防広場が開催されます。当日は消防車防災品の展示、来場者向け救命講習、チラシの配布を行います。また子ども用防火への着想体験やミニ消防車展示なども行っています。その他の行事として巡回広報パトロール、火災予防のぼり旗の設置などを行います。皆さんのご家庭では電気配線を整理整頓の目的で束ねて使用されていませんか？電気配線は電気が流れることによりジュール熱が発生します。配線が伸びた状態では熱は放熱されますが、束ねることにより蓄熱します。蓄熱が進み配線被覆が溶け、配線同士が接触し出火に至ります。電気配線の被覆が溶けたり破損したりすることにより配線がむき出しとなり、接触すると火花が散り周りのホコリ等に着火し火災に至る危険性があります。束ね配線をしない、被覆に破損がある配線を使用しない、配線を家具等の下敷きにしない、トラッキング現象とはプラグが差し込まれたコンセントで発生する火災の一つです。プラグの差し場間にホコリ等が堆積し、そのホコリが湿気を帯びると差し場間で通電し出火する現象です。使っていないプラグは抜く、プラグを定期的に清掃する、コンセント付近での水作業は避ける。東日本大震災における本震による火災のうち過半数が電気が原因の火災でした。感震ブレーカーは地震発生時に設定値以上の揺れを感知した時にブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。感震ブレーカーの設置は不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。皆さんのご家庭には火災危険は潜んでいませんか？今一度確認してみてください。一人一人が注意し、火災のない街づくりを目指しましょう。